私の心臓に世界を破壊する魔力、500年に一度生まれるエキドナ。伝説中にある言い伝え通り、水晶の異常反応、心臓に秘めた魔力が人を引きつける現象、あとは胸にハート型のあざがあるらしいけど、どう？そんなの信じられないって本当は言いたいです。でも実は私、閉じ込められてたんです。森の中、茨に囲まれて、いつも鎧を着た人が見張ってご飯を運んできました。勉強もその人に教わって、他の人はいません。物心ついた時からずっと、親がいるのかどうかもわかりません。ずっと、いつか茨の向こうへ、見たことのない世界へ。それが私の夢だったんです。先日その夢が叶って、朝起きた時、茨が燃えてなくなってたんです。鎧の人もいなくて、なぜかわからないです。でも今しかないって飛び出して、きっと私がエキドナだから閉じ込めてたんですね。16歳になるまで。私これからどうしたら。逃げるか隠れるか。エキドナ、世界を破壊するほどの力そんなものが手に入れば世界の支配者にだってなれるではないか。あの娘を探せ、連れ戻せ。誰にも渡さんぞ。いずれエマの噂は世界中に広まる。そうすればお前を狙って魔法使いも軍も山ほどやってくる。お前の心臓をえぐり出しに。嫌だ、そんなの嫌だ。やっと自由になって、やりたいことたくさんあったのに。かけてみるか。お前が普通に戻れるかもしれない儀式がある。魔法とは、神羅万象、世界の法則に干渉し支配、あらゆる不可能を可能にする力。その力を得るために遂げるのが儀式。火を操りたいならば火炙りの儀式、思うままに料理を出したいならば断食の儀式。儀式とは、人が世界の力を手にするために生み出したコンパイラである。エキドナの力は欲する者もいれば恐れる者もいたわ。古文書によると、力の奪い合いや殺戮を恐れた世界各地でエキドナ封印の儀式が研究され、ある儀式が完成した。あまたの儀式からなる超難度、成功したのかどうかは書かれてなかったけど。教えてください、その儀式。私、運命を変えたい。一丁あがいてみるか。はい、私何でもします。じゃあ結婚するぞ、俺と。それ大根。結婚。言っとくけど、さっきのエローとは違うからな。断じてマジこ、あまたの婚礼儀式をして結婚、二つの魂を強化してつなぎ、エキドナの力を封印する儀式だ。結婚。私、男の方とお付き合いしたこともないのに。それに
シオンさん、なんでそこまで。何も関係ないのに助けてくれて、わだちみたいなのと結婚までなんて。昔、世話になったから。なあ、すげえ儀式を一緒にクリアできるすげえやつなんて、俺しかいねえだろうしな。うん、俺はスーパーいいやつで律儀だから、お前倍で返してやるんだ。ごめんなさい。私、覚えてなくて。私、一体何を。パン、もらった。え？パンですか？そう。それだけですか？そう。はぁ、パンもらっただけで、そこまで。というか、結婚、どうしよう、結婚、パン、結婚、パン。うわぁ！コミックマジコ第3回いかがだったでしょうか。山役の茅野愛です。シオン役のパクロミです。お疲れ様です。若干皆さん焼け気味になってませんか。大丈夫ですか。もうね、はい。ということでエマとシオン過去出会ってたんですね。出会ってたんですね。皆さんどう思いました。いいなってどう、すごい漠然としてるんですけど。あ、ちなみに今いいなっておっしゃったのが、何でしたっけ。司祭の運じゃないです。ご自分で名乗っていただけると。叫んでください。司祭というかナレーションの佐々木です。失礼しました。そうでした ね、はい、でその隣で今お水を飲んだのが王様の、はい、石積明彦です。なんか明彦です。入る準備してましたから。もうね、帰る準備ね。もう一人、あ、じゃあそれもう一人お隣の、あ、はい、兵士 A など原田大輔です。ありがとうございます。こうやって徐々にみんな紹介していくっていうね。皆さん紹介して、はい、ね、まだ3回目なので、うん、4回目までありますからね。4回目まであるからね。じゃあ3回目はこのぐらいで終わりにしとく。早い感じだけどね。どうしましょうかね。まあ、でもなんか過去にこう出会ってたっていうのがだんだんこう話も分かってきて、つながってき て、次の4回目が面白いよね。4回目で最後に、どんどん4回目でいきなりいろんなことが起こるからね。なんかやっとこうつながる感じがしますね。そう、ね、うん、そう、楽しみ楽しみという感じなんですけど。なんかいいですか。ご紹介はいいんですか。ご紹介はあと4回目に、ご紹介は大丈夫なんですって、うん、いい感じで回ったかななんて思うんでね。大丈夫でしょうか。大丈夫、言い残したことはない。だんだん普通に喋る言葉もなまってきてしまったっていう。ちょっと困った現象が私は起きてます。もうこれからわだちだもんね。もう私頑張ります、うん、このままっていう。そういう喋り方って楽そうだよね。確かにいいかもしれないですね。そんなこともない感じで。私なまるのって意外に難しいですね。そうだね。そうだね。難しい。でもよく頑張った。ありがとうございます。あともう一回だ。あともう一回頑張ります。うん、では、まあ、次回もお楽しみにということで。はい、ありがとうございました。お楽しみに。お楽しみに。